アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ BJ 増本です。BJ は毎日最近ヨーグルトを食べてるわけなんですけど、今まで R1 をずっとしてたんですね。ただ R1だけではなくてちょっと違うものも使ってみようよということで、最近気に入ってるのが一つあるんですけど、これの方が R1 よりもこう後のお腹の調子がいい感じですね。 R1 の時も良かったんですけど、それ以上に自分に合ってるかなというヨーグルトを見つけたんですね。ただちょっと買いづらいんですよね。っていうのは、そのヨーグルトの名前がお腹の脂肪を減らす効果のあるヨーグルト、大きく書いてあるので、ちょっとレジに持っていくと、あ、この人お腹の脂肪を減らしたいんだなっていうのが丸分かりになってしまう。もうちょっと名前なんか他になかったんですかね。ということで、今夜もネトラジースタートです。茅ヶ崎 FM。はい、改めましてこんばんは、 BJ 増本です。すでに YouTube、 ちょうど今日の YouTube 動画なんですけども、湘南ウクレレクラブ7月からリニューアルすることになりました。まあ、その辺のちょっと触りのお話、詳しくはその動画を見ていただく、もしくは湘南ウクレレクラブのお知らせページのところにも詳しく文字で書いてありますので、そこをチェックしていただくとして、今回は、簡単にその辺のお話をしましょうということなんですけど、皆さんからいろいろご意見をいただいたり、よりこう参加しやすい、またはいろんな練習もしてもらいやすいというところもいろいろ考えたんですね。で、最近はソロを受けずに弾き語りだけという方も増えてきたんですけど、実はソロも習っといていただいた方がっていうのは、 BJ のアレンジって必ずソロが入ってくるんですよ。イントロ間奏とかエンディングとかにソロが入ってこない曲はないぐらい、だと思うんですけど、だからソロもかじっといていただければ、そのうちできるようにそういうところもなりますから、ぜひ受けていただきたいなっていうのも前々からあったんですね。で、ソロを弾けない方も、例えばそのソロの曲にはコードがついて伴奏があるわけですよ。木漏れ日、今月の課題曲でもそうですけど、伴奏があってメロディーがあるように、またはいつもライブとかで最後にやってる星に願いをって、 BJ が伴奏を弾いて皆さんがメロディーを弾くようなスタイルをとってる、これはわざと難しいコードで、ジャジーなコードで弾くようにしてるんですけど、それをやれとは言ってないんですよ。簡単なコードで伴奏をするという人も探してますので、ソロは弾かないけど伴奏の方を練習してもらうというようなパターンで参加いただいてもいいんですね。そういうことで、弾き語りだけっていうのではなく、ソロも弾き語りもとプラス過去の曲ってもう忘れたままになってる人が多いみたいなので、それも練習会で、半年までは先、前までは戻れないですけど、ちょっとそういう過去の曲もやりたいなっていうのもあるんです。Thank you.
はい、まあ先ほどの続きですけども、まあ、あの過去の曲3ヶ月ぐらい前の曲、4ヶ月ぐらいの前の曲って皆さん練習してます？まあたまには弾いた、せっかくその月やったんだからたまには弾いた方がいいじゃないですか。練習会に来た時にぐらい合わせましょうよって、これやっといた方が、後々いいと思うんですね。そのままもう忘れたままになるともったいないですから。でこの時間も作りたいということで3枠、ソロ弾き語り、それから過去の曲というのを3枠を1日でまとめてやることにしました。今まで弾き語りクラス、ソロクラスっていう風に分けてたんですけど、この3つを、総合的にやってもらおうという風な感じになりました。ただまあ参加費はあの3つ分ではないです。今までの2枠分と変わらないですので、ソロクラス弾き語りクラス2つ同時に来てた方は全然変わらないですよね。はい、まあそんな感じでちょっとあの過去の分も今の分も楽しんでもらうような内容にしようと思います。で、ソロの時間、弾き語りの時間って 今まではこう決められてたので、この終了時間までに終わらさないといけない。でも今回はソロの曲が難しくて弾き語りは簡単なんだよなっていう時もあるんです。その逆もあるんですけど、でその時間間、後半から人が来るんだったらその時間に合わせないといけないんですけど、そこら辺も、トータルで来といていただければ、そこにいる人に合わせてソロをいっぱい習いたい人が、ま、仮に集まってたとしたらソロの時間ちょっと長めとか、ソロはあんまりっていう人がいっぱい来てた場合はソロをちょっと減らす、弾き語りを増やすとか、その時の曲の、まあ、難易度に合わせてこう変えていったりとか、フレキシブルに、皆さんとより楽しんでいただけるような形を取りたいなというふうに思いました。まあそのためにはソロクラス弾き語りクラスっていう垣根を取っ払って全部やります。はい、皆さん楽しみながらそういうのを受けていただければと思います。それからまああとあった朝が早いとか駐車料金が結構かかるんですよなんていうお話もいろいろまあいただいてたの、その辺も汲み取ってですね、今まで9時10分スタートだったところを9時30分スタート、だからまあ今までよりも若干ゆっくり家でしていただいてから来てもらうというふうな形で、まあその代わり中身はあんまり変わらないようにやりたいと思います。休憩をちょっと減らすとか、内容をより濃くやってみたいと思います。が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。でも誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を、教科書に書いてあることだけじゃわからない、大切なものがきっとここにあるはずさ。それが島中だから、茅ヶ崎 FM。 はい、今回のアコ趣味ネトラジはですね、湘南ウクレレクラブ7月から練習会の内容が変わりますよというのをちょっと、まあ、簡単にご説明をさせてもらってます。まあ参加される方もよくて、まあこっちの主催者側ですね、 BJ 側もいいような内容にということなんですけど、今まで話してきたところはまあ参加者さんが楽しんでもらえる内容として考えたんですけど、BJ 的に言わせてもらいますと、未だにやはり弾き語りクラス、
またはソロクラス、どっちを受けるのか、もしくは両方なのかって、大体の方が、これ申し込みの時に言ってくださってるんですけど、まだやっぱりそれ混乱するところがあるんです。申し込みます、両方でいいですか、いや弾き語りだけでっていう風な、この事務的な、ところの煩わしさもついでに解消させていただくというところでですね、はい、これからは7月からはもう一枠しかありませんので、この日申し込みますって言ったらもう9時半からって、全部、どちらの枠ですかっていうことは聞かなくて済みますので、その辺もまとまって、これで、参加される方もいい、 BJ もいいという風な内容の形に、固まったので、今回こういう風なのにします。ご理解ご協力をよろしくお願いします。それから今まで通り弾き語りだけに参加したいんだ、ソロは絶対やらないんだという方はですね、茅ヶ崎里山公演をご利用ください。茅ヶ崎里山公演は今まで通りです。ソロを前半にやって後半弾き語りという、今まで通りのスタイルでやりますので、そちらの弾き語りにお越しください。ただ月曜日なんですけどね。ありがとうございました。アコ趣味ネトラジ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。あとは、土曜日の練習会混んできておりますので、第2の初めてクラス、これをなくします。通常通りの練習会にすることになりました。ですので皆さん第1第2第3どこへ来ていただいても OK という風になりますよ。でまあ初めてこれからやる初めてクラスって持ち方とか、とりあえずウクレレクラブに初参加の時にそこに来てもらって、これからウクレレをやるっていう基本を習ってもらって、それぞれのクラスに飛び立ってもらう、その入り口のクラスだったんですけど、最近もういきなり一般クラスに来られる方も増えてますので、まあそういう風な対応とさせていただきます。あとお子さんですね、小学生のお子さん、親御さんと一緒に受けられた場合に限りですけども半額にさせていただきます。まあお子さんあんまり長い時間だと疲れる場合もありますので、早退とか遅れてくるのも OK ですからね。ただ遅れて来られても早退でも値段は変わりませんのでご了承ください。というところで今夜は以上です。この話だけで終わってしまいました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。さようなら。茅ヶ崎 FM